こんにちは。2023年3月23日木曜日午前11時を回りました。はい、今日宮崎県地方はね、良い天気でございます。昨日と打って変わってね、もう昨日はね、もうずっと1日雨、2日3日ぐらいずっと雨降ってたんですけれど、やっとね、天気持ち直して、今日はね、綺麗に晴れております。はい、皆さんもご存知のように、昨日ね、ワールドベースボールクラシック、侍ジャパン日本代表がね、アメリカを3対2で破って、優勝しました。おめでとうございます。はい、私もね、アマゾンプライムビデオの中継見ながらね、ずっと応援しておりました。よかったですね。はい、もう本当も感動のしっぱなしで、最後の大谷翔平対トラウトの対戦、対決っていうかね、対戦というかね、あれも今後二度と、そういう、対戦はないだろうなというぐらい、まあちょっとね、興奮しましたね。はい、もちろんテレビの前でね、釘付けで、見てました。YouTube ショートの動画でね、まとめて、投稿しました。はい、それぐらいにちょっとね、感動したシーンでございましたね。もちろんアベックホームラン、村上選手と岡本選手のアベックホームランですよね。このアメリカ戦の戦いってホームランで決まりましたもんね。あとヌートバーの内野ゴロで1点、そしてあと2ホーマーで3点、アメリカも日本のホームランで2点取ったわけじゃないですか。なんかすごかったですよね。まあ、一発食らったということで、まあ、あとはもう投手戦でね、ピッチャーがもうガン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 抑えてきましたよね。あの高橋宏人選手ですか、それとトラウト、トラウトを三振で打ち取った。これ戸郷翔征投手もですよね。はい、トラウトを三振で打ち取ったっていうこと、これね、そのこのピッチャー、2人のピッチャーにしてみれば、まあ、すごい自信につながったんではないですかね。えこれ良かったんじゃないかなと思いますよ。まあね、まだ若いピッチャーなので、3年後の次回大会でもね、もちろん、日本代表として、プレーするんではないかなと思いますけどね。はい、まあ、若い選手がどん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 ね、活躍していく。で、これね、テレビでも言ってましたよね。このワールドカップ、このワールドベースボールクラシックを見ていた、子供が、ね、次のワールドベースボールクラシックで戦う選手になっていくんではないでしょうか、みたいなことを言ってましたけど、そういったね、野球の底辺層、ね、子供たちがね、よし、次は僕が頑張るぞというふうに、つながっていくんではないでしょうかね。まあ、非常にね、良かったかと思います。まあ、今日なんか日本に帰ってきて、首相官邸を訪問するという感じなんですが、もうメジャー組はね、まあ、そのまんま、チームに戻ったんで、日本に帰ってくることはないんだけどね。はい、これからの今シーズンのプロ野球、そしてメジャーリーグ、そして今開催されている選抜、春の甲子園がね、楽しみですよね。まあ、宮崎もね、最近、プロチームが誕生しました。宮崎サンシャインズというチームなんですが、まあ、九州アジアリーグでね、戦っております。まあね、野球、すべての野球がね、これからもますます盛り上がって、野球文化を通してね、世界交流が、国際交流が、進んでいければ良いかなと思っております。はい、まあ、とりあえず、日本代表侍ジャパンおめでとうございます。